はい、こんにちは、黒幕チャンネルです。今日はですね、肩のセルフコンディショニングを紹介していきます。先日ですね、7回目の、人体解剖研修っていうのに参加したんですけども、そこでですね、肩の専門医、ドクターとお話をしたところですね、40代を超えてくると、インナーマッスルが、筋力が減ってきますよって話をしていたんですね。で、インナーマッスルっていうのはですね、肩の方の中の奥にある、極下筋、小円筋、肩甲下筋、棘上筋と言われている、肩を支えている筋肉なんですけど、こちらがですね、40歳を超えてくると低下してくる。で、40歳を超えてくると、肩が、ね、上がんなくなる。四十肩、五十肩っていうのが、起きますけども、その四十肩、五十肩の予防するためにもですね、このね、ロテーターカフ、インナーマッスルの強化が大切だということです。で、その中でですね、一番簡単な方法を紹介していきます。もうチューブなくてもできるんでですね、最初にやるのはですね、まずね、インナーマッスルの中でもね、非常に大切なのがですね、極下筋、ね、小円筋と言われてるね、肩の外旋、こういう風に、こういう動きをする筋肉なんですね。ボールを投げるときに使う、ね、筋肉なんですけども、その方法を紹介していきます。はい、それで一番簡単な方法はまずですね、極下筋小円筋のポイントはですね、このね、まず肘を90度に曲げた状態で開いて閉じる。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 この動きをしっかりと行っていきます。最初ですね、まず、プロ野球選手なんかはチューブとかダンベルとかを使うんですけど、普段全然運動習慣のない方はですね、もうしっかりと手のひらを開いて閉じる、脇を締めて開いて閉じる、開いて閉じるを行っていくだけで十分です。横を向きますね。この形で開いて閉じる、開いて閉じる、開いて閉じる、開いて閉じる。こんな形の運動をだいたいね、30秒間ぐらい、20回から30回ぐらい回数にして行っていくといいと思います。で、注意点がですね、このですね、脇の下がね、開いて落ちてしまうね、のが一番ダメですので、こういったタオルか何でもいい、封筒でもいいです。脇にね、こう挟んであげる、挟んであげる、挟んであげて落ちないようにしながら開いて閉じる。これで20回から30回行っていきます。ですね、これが落ちないようにしっかりと脇を締めた状態で行うことによって、極下筋、小円筋を強化することができます。そしてもう一つですね、もう一つですね、ちょっとね、もうね、肘をこの形にした状態ですね、90度にした状態、この状態で前、後ろ、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 前、後ろですね、この形で前、後ろ、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 この動きですね。昔千田光男って人がいました。千田光男こんなことでなはなはってやってましたけど、まあ、言ってしまえばこの90度の形のまま動きを続けます。で、このね、肩甲骨の運動をしっかり行うとですね、結構ね、自分なんかも40代なんで、寝起きがね、背中がなんか重苦しいってことがあったんですけど、しっかりと行うことによって朝の背中の苦しさがなくなってきました。このような形で20回から30回行います。で、少し余裕がある方はですね、こういうふうなね、チューブを使います。で、チューブを使うんですけど、チューブはですね、強すぎちゃうとどうしてもね、インナーマッスルっていうね、中の筋肉の特徴は弱い刺激で関節を固定することになってますので、チューブが強すぎちゃうとこうね、アウターマッスルって外側の筋肉を与えてしまうので、なるべく軽い負荷で行う必要があります。この状態で先ほどの1番の運動ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、全力向き1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いった感じで行っていくと、この辺が少しね、なんか熱くなるような感じがあれば正解です。なので、チューブを使う場合はこういう形で、先ほどのね、なはなは体操を行う場合は
こういったね、どこかドアノブに引っ掛けてあげます。引っ掛けてあげて、こんな形で、ここからこれかな、この土台が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、つらい、3、4、5、6、7、8、9、10っていった形で負荷をかけてあげると、より、ロテーターカフ、インナーマッスルが強化されるんで、四十肩、五十肩の予防ですね、そういったことになると思いますんで、非常に、どの年代でもやっていただくといいと思うんで、やってみてください。今日は肩のセルフコンディショニングの方法でした。ぜひやってみてください。今日は以上です。